12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。
あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁、よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で。お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。お話とは。今から1時間後の午前1時ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え、どうしてうちの店に。ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか。この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によるとどうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織。あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあるんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に。1年前この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが。いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらないぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。
おい、はあ、おい、おう、しばらく寝てろ。行きましょう。もうすぐよ。着いたわ。何事だ。ん？何？はあ？おい、いや、いや、うん、行きましょう。しばらく寝てろ。行きましょう。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。おい、え、は
はあ？はあ？え？はあ？ああ、はあ？Huh!
おお。
ほっほー。伊達さん、キリュウか。あのキリュウ、カズキ。キリュウさん、これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここに来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか。河原さん、俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。手顔なめんじゃねえ。鳴りはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。あんた、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。カズキ。キリュウ、
昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。撃て。迷うな。撃つんだ。遺跡。神。守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、大怪我をしてる。頼む。カーラさん、それにお前。すまん、至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷ってる。何をやらかした。銃で撃たれた。ん？この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。
理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。わかった。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。久しぶりだな、マスター。キリュウさん、この町に帰ってきたんですか。まあ、どうぞ。1年前を思い出すな。ああ。何にいたしましょうか。マスターに頼みがある。じゃあお前は堂島大吾を助けるために天のビルに来たってわけか。ああ。だが分からないのはなぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの、はあ、分からねえ。
仕組んだのはおそらく大吾と郷田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってるのか。昔カムロ署の4課にいたんだ。カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。マムシの別所に鬼瓦っていや、カムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。ああ、俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ。俺が一課に入った頃、もう15年以上前のことだ。警視庁に入ったばかりの俺は、当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらず、やり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だが、そんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ。河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは。ああ、当然死んださ。河原さんが殺したんだ。俺は問い詰めた。容疑者とはいえ、なぜためらうことなく殺せるのかと。そしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。その後も河原さんは不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。だが、ただの外国人嫌いとも違う。俺はな、桐生、和樹を撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。伊達さん、あのおっさんが抱える深い闇、俺はそれを理解してやることもできやしね。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな。ああ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。